ジェジュのモノマネし、回せモノマネってね、はい、ちょっとね、ちょっと微妙に違って、まあ、微妙に違うか、まあ、完璧に違っても、いや、とりあえず頑張ってるんだ、こいつ頑張ってるんだ、みたいないや感じで、もう、まあ、もう、それでも感謝ですよ。ごくですね。ある、セリフ。セリフ、はい。を一つ、ちょっとやってみますね。はい。ああ、クリリンのことかーあ、これちょっと違うか。クリリンのことかー、違うか。大丈夫さん。できないね、無理だね。や一番感動的だったシーンがあそこだったんですよ、はい、いやそこからスーパーサイヤ人に進化するんじゃないですか、はいはい、なので一番感動的だったんですよ。うわー、フリアのことか。あ、私ですか。カラスのモノマネお願いします。あーあーあーカラスのことか。違う、重ねてきた。重ねてきたね、今ね。世田谷区のカラスのモノマネでした。代々木のカラスのモノマネもあるんですね。あ、お願いします。あーあーちなみにソウルのカラスはどんな感じですか。あーやっぱりいや僕はツイッター見てるんですけど、はい、ごめん、似てない。似てない多いんじゃないですか。もう、はい、画面でジェジュンさんを見てるんですけど、ジェジュンさんが田中邦衛さんにしか見えません。顔からも結構出てるんですね。顔からも。本当にこの日本のラジオ番組のためにここまでそのイケメンの顔を崩してやっていただきましてありがとうございます。いやいや、エロ牛じゃないですよ。エロ牛じゃなくて猛暑で夏バテしている牛でした。カバの、鳴き声をさっきネットで探してみていたんですけど、はい、僕真似できるんですよ。これ、はい、これ NHK ですよ、大丈夫ですか。え、なんでなんで。いや、本当に。いや、もうこの時間にジェイジもふざけるなとか、おっしゃってるかもしれないですけど、ネットで探してみたら、本当にこの音なんですよ。普通の車で。はい、普通の車でお願いします。もう未来って感じがする、もう高級の車で。未来を感じる高級な車、はい、お願いします。エンジン、スタート。ジェジュさんの表情見てるんですけど一言で言うならね、ちゃんと高級車の時は高級車の車の顔をしてるんです。エンジンスタート。気持ちがからかった時のイコさんって、はい、カラーそんだっけじゃないですか。ジェジュンとハグした時のイコさんって、はいはい、ジェジュンどんだけじゃないですか。スカイダイビングってやっぱ空から飛び出すんで、はい、怖いからスカイダイビングを言う前にもう怖くてスーッとなるんですよ。スーッとドドドーンなるんじゃないですか。普通の列車だと、はい、ああいいですね。こんな感じじゃないですか。はいはい、わかります。新幹線になっちゃうと、はい、あ、ちょっと待って、違うなこれ。どちらかというと掃除機じゃないでしょうかね。一体何の音でしょう。お答えは霧吹きでした。いやー、すっごい似てる。いやいや、違う、実際に霧吹きの音なんですよ。僕の家にあるものを使って出した音でしょ、これ。そうですね。でもね、霧吹きってすごい。でも、ジェジュンさん、霧吹き似てるよ、今。一番最初の、はい、孫悟空のモノマネは本当最悪だったんですね。クリリンのことか。できないね。